36回です。心拍数36。すごいここの筋肉凝ってるというか、凝り性なんですよ。ああ、そうなんですね、うん、力入っちゃうんだね。力入っちゃう、だからって痛いわけではないかな、うん、だいぶ良くなったんですけどね。ああ、そうなんですね、うん、昔はその検査で大暴れになっちゃって、はい、痛かった、ね、そう、痛くて罵走するときとかもしりっぱねしたりとかしてたことがあるんですよ、はい、お、腰痛くない？うん、だいぶ良くなった、うんうん、股関節のよりも痛さの反応なしだし、うん、左はカーペンの方だと、後ろ足はほとんど腫れないんですよね、うん、心臓が強かったのでそれもあるかな。あ、爪がちょっと弱いね。そうですね、ちょっと浅いのかな。この間、あ、まだ美容院残ってるんでしたっけ。あと1、2回目だわ、ね、うん、ちょっと美容院を上げてたんですけど、あとで飲ませてるサプリも全部見せるね、うん、ちゃんと見えるし、うん、えらいじゃん偉いって言われているよ。お、うちょっ
消神器当ててるだけでウィッチってなる。肺の音、右も大丈夫です。右もお腹の人元気だ。すごいブーブー言ってる。今まで心痛を起こしたの1回ぐらいあっかなぐらいで、ね、うん、あんまりです。ここは心配なし、まあ、筋肉凝り症と膝だね。首注射打たれてる、打たれると思ってるのかもしれない。します。注射嫌だ。手なんだよね。注射打つんだろうと思ったのかも。あ、大丈夫だ。よかったよかった、うん、昔はこれで本当に反応して痛かったんだね。うん、そう、痛くて、でいや、そう、痛いような鍼治療をしましょうって言われたんだけど、痛すぎて鍼治療もできないって言われて、それで漢方薬を1ヶ月か2ヶ月ぐらい飲ませてから1回鍼治療をして。どうしたんだろうね、そこから見たくなっちゃったんだろうね、うん、でも今は全然痛そうな感じじゃない。うん、うん、ここで溢れてるのかな。うん、その膝が、ね、なんかそうなんですよ。膝の問題でいっぱいいろんなことが出たのかなっていう。でもなんかだからって上の肩とか手にかばって痛くなってる感じではなかったんですけど、結構なんともないんですけど、やっぱり寒くなってくると曲がりが大きくなってくるのと、でちょっと駆け足とかして運動するとしばらくの間やっぱり膝がガク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 っていう風に、で前に大きな怪我をしてるんですよね、膝。もともとちょっとあまり良くなかったみたいなんだけど、前のクラブで馬房で寝て2ヶ月ぐらい、うん、なんか関節液が多くて腫れてる感じじゃないですか、ね、うん、特に運動して支障があるっていうわけではないんだけど、うん、まだまっすぐな方が、あ、温めてたからかもしれない。やっぱり寒くなると曲がってきちゃうね。口ちょっと乳歯が1個残ってる。いやなんだ口。いやだぜ。あ、ここやだぜ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 やだとなったら、やだとなったらやなんだよな、お前は。鼻ねじねじされるの。